遺産する理工学9回目の授業を始めていきます。今回から三角率論の話をやっていくということになります。で、まずですね、まあ、基礎的な話を今日は行っていくということになります。あの、扱う話はこの3つになります。不公平な効果投げ、クーポン収集問題、誕生日のパラドックスというものです。まあ、誕生日のパラドックスっていうのは、あの、初回というか、ガイダンスの回の時にちょっと説明したものになります。 では、一つずつやっていきましょう。でまず、不公平な効果投げの話をします。えっと、不公平な効果投げ、あの、というのをやるんですけども、えっと、ちょっと、まあ、これ日本語がまずくて、あの、不公平なのは、効果が不公平なんですね。あの、投げが不公平のわけじゃなくて、効果が不公平なんですけども、どういう意味かというと、まあ、次のようなコイン、効果を考えますと、表に出る確率が P で、 裏の出る確率が 1-p だと。ただし p は0よりも大きくって1がであるということですね。だから、あの、普通の、あの、効果は、あの、表の出る確率が1分の1で、裏の出る確率が1分の1っていうふうに考えるかもしれませんけども、まあそういうものはですね、あの、公平な効果っていうふうに言ったりします。だから、ここで言ってるその、公平とか不公平っていうのは何かっていうと、あの、どちらかというとですね、これ、あの、専門用語なわけです。公平な効果っていうのは、えっと、 p が二分の一の時きを指していて、まあだから、えっと、公平ではないことを不公平というわけではなくて、まあ公平ではないくて、公平でなくても良いものを不公平な効果と呼んでいると思ってください。で、これをですね、一つ投げるってことを考えます。で、まあ一つ投げるっていうのを何回か繰り返すってことを、まああの、考えたりするわけです。で、この効果を続けて何回か独立に投げる。 もう独立にっていうのも、まあ、あの、この確率的な専門用語であって、何かというと、つまり、えっ、ー、と、1回目の試行イベントと2回目の試行事象が独立である。まあ、それぞれが独立であるってことを、まあ、ここで、まあ、互いに独立であるってことを、ここで、あの、えっ、ー、と、言ってるというふうに思ってください。で、えっ、ー、と、典型的な問題、ここで5つ考えましょうと。N 回投げて、まあ、N っていうのは1乗だと思ってください。1乗の整数ですね。 で、えっと、N 回投げて、表が N 回出る確率は何でしょうというのが一番の問題です。で、N 回投げて、表が一度も出ない確率は何でしょうという二番目の問題です。はい。で、三番目の問題。N 回投げて、表が一度は出る確率は何でしょうとでね。四番目。N 回投げて、表が出る回数の期待値は何でしょうとですね。はい。五番目。 表が出るまで投げ続けるとき、投げる回数の期待値は何でしょうという問題ですね。この1から3はこの確率を聞いていて、4番と5番は期待値を聞いているというところが、まずその,あの問題の質が違うということに注意をしてくださいね。はい。で、これを一つずつもやっていきましょうということになります。まず N 回投げて、表が N 回出る確率だと。 で、こういうときに重要なのはですね、あの、事象とかですね、確率変数っていうのを用意するってことなんですけども、ここではまずこの、i 回目の、に投げたときに、表が出るという事象を EI としましょう。だからこの EI というのはこれ事象です。で、ちょっとまあここら辺にですね、下の方に、えっ、ー、と、格言として書いておけばよかったかもしれなかったんですけども、えー、とじゃ、ここであの、あれです。もう、あの、自分で書きます。格言。えっ、ー、と、事象と、確率変数を、 しっかりと区別する。というのが、こういう確率の話を考える上では非常に重要です。で、えっとまあ、こんなことは実は、ね、あ当たり前なんですけども、これ当たり前のことがわりと皆さんできませんので、こういうところでちゃんと言っておきます。 自称と確率変数をしっかり特別する。当たり前。なんですけども、だからここではこの EI っていうのはこれは自称です。だからいちいちですね、私このちゃんとこういう時になります、ね。これが自称なのか確率変数なのかってことをちゃんと書くようにします。EI、これは自称です。そうすると、今ですね、この N 回表が、N 回ない表が N 回出るってことは何かっていうと、E1 からですね、EN がこれ全部正規する、起こるってことなんですね。 で、だから、つまり、この、表が N 回出る確率というのは、E1 かつ E2 かつ点点点かつ EN っていう、これ全て起こる確率であるというふうに言えるわけです。で、このかつで結ばれているものっていうのは、これ、ここに出てきている、えっと、事象が互いに独立であるときには、責任の確率として書けるということですね。だから、これは独立、互いに独立だからです。これ重要です。 これ独立じゃないとこういうふうに分けられません。e1...en 点点点が高い独立だから。ね、で、この一つ一つの確率っていうのが p なので、一つ一つの確率が p なので、p が n 個あって p の n 乗となると。こういう形になります。だから、このはじめの問いの答えは p の n 乗になります。よろしいですかはい。だから、えっと、まあ、これは簡単な問題なんですけども、この、 互いに独立でなければ、こういうことでいけませんし、まあ、今後この事象と確率変数はしっかり区別するってことをあの気にしていってください。で、2番です。N 回投げて表が一度も出ない確率。表が一度も出ないってことはずっと裏が出続けるってことです。で、この時に重要なのは何かっていうと、先ほど EI というのを考えたんですけども、EI の四次章です。四次章ですね。これ EI の四次章です。 えい、e、の四次章です。で、それは、あの、あい目に裏が出るという章になります。ですね。で、えっと、えいから EN っていうのは、その、おも、表が出る章っていうのは、互いに独立でしたから、その四次章も互いに独立です。ですかね。だから、N 回ずっと表が出ないっていうのは、この E1 バーかつ点点点かつ EN バーっていう、こういう確率になるわけです、ね、これでは、それらが独立だから、互いに独立だから、 なので、この3のを置きますね。e1 b 点点点、en b a が互いに独立なので、その、えっと、バラバラに置けられると。で、それそれぞれの確率はこれ四次章の確率ですから、一1低 P になるわけです。ですね。でそれが n かありますから、一1低 P で2乗になると。こういうことになります。いいですかはい。では次ですね。三番。表が一度は出る確率。ですかね。だからこれは、えっと、n 回投げるんですけども、えっと、 表が1回は出なくちゃいけない。でも2回出るか3回出るか5回出るかってことは問わないいうことです。1回以上出ればよい。で、ここに書いてある通り、それはですね、表が1度は出るっていう、こ,こに書いてか、考えているですね、事象っていうのは、表が1度も出ないという事象の余事象です。ですかね。これ重要ですね。だから N 回投げて表が1度は出るっていうのは、この N 回中表が1度も出ない確率を1から引いたものになると。 となるわけですね。いいですね。で、これは先ほど計算した確率1マイナスピネの N ですから、全体として1マイナス1マイナスピネの N 上になるということになります。いいですかうん。いいですね。はい。じゃあ次ですね。はい。N 回投げて表が出る回数の期待値は何でしょうっていう、こういう話です。で、 ここではですね、えっ、ー、と、二通りの計算の仕方をご紹介します。で、初めにやる計算方法は、えっ、ー、と、あんまりいろんなところに書いてない方法です。けども、えー、と非常に重要なので、ここでご紹介します。何かというと、えっ、ー、と、次の確率変数を考えるってことをします。 で、どういう確率変数かっていうと、えっと、これ EI の表示確率変数っていうんですけども、なんか事、事象に対して、その、えっと、事象が起きるか起きないかっていうのを1か0という値で表す確率変数のことを、その事象の表示確率変数と言います。つまり、今、XI っていう確率変数を考えるんですけども、これは EI が正規するときには1、正規しないときには0という値を取るような確率変数です。だから、これは確率変数です。ですかね。 先ほどまでは、その事象を使っていろんなことを考えていたんですけども、ここでは確率変数を考えます。そもそも、まあ、あの、期待値っていうのは確率変数に対して定義されるもんなので、まあ、こういう確率変数を考えるっていうのは、えっと、自然なんですけども、まあ、それは何で自然かて今から見ていきます。で、これ xi とします。じゃあ、この xi の期待値を考えましょうと。とそうすると、えっと、ei が起きるときの1なので、1という値を取る確率は p です。ですかね。 で、ゼロという値を取るのは、確率1マイナス P でおきます。ですかね。だから、えっと、期待値は1る p プラス 0×1 マイナス P になります。これ P です。ですかね。これ P です。この部分重要ですね。で、この形で、えっと、XI の、えっと、期待値が計算できます。簡単に。でですね、今、確率変数 X で、これも確率変数ですね。確率変数 X で、N 回の中で表が出る回数を表すとします。 つまりこの今表が出る回数の期待値を知りたいんですけども、その期待値を取る、その、えっと、元となる確率変数のことを x と書きましょうと。ですね。そうすると、これはこんな形で書けます。x っていうのは x1 プラス点点点プラス xn になります。いいですか例えばこれ x1 が,が1だってことは、ai が正規してることこになるわけです。ですね。ってことは、その時ここ1になるわけです。x1 が1になります。 だから、この x1 から xn の中にいくつかの変数は実際1になったり、えっ、ー、と、いくつかの変数0になったりするんですけども、1になっている変数の数というのが、えっ、ー、と、この large x になるわけです。で、それは、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、表が出るという、えっ、ー、と、事象が起きている回数になる。つまり表が出る回数になるということになるわけですね。だから、この式で表します。ですから、これが重要ですね。っていう、こういう二つの、えっ、ー、と、 関係式がり立っています。で、そうするとですね、ここから、だから今知りたいのはこの Large X の期待値です。Large X の期待値です。ね、表が出る回数の期待値が欲しいと。ってことは、この Large X の期待値が分かればいいんですけども、それは実は簡単に計算できます。なぜか。従ってですね、今この、えっと、知りたい期待値は X の期待値なんですけども、X は今 X1 プラス点点点プラス XM ですから、ここがありますと。ですね。で、ここで重要なのは期待値には線形性があるということです。 なので、この x1 プラス点点点プラス x l の期待値っていうのは、x1 の期待値プラス点点点プラス x l の期待値という形でバラバラにできます。いいですかこれ期待値の線形性ですで。今ですね、確率変数として x1 から x l っていうのはこれ全部ですね、独立なんですけども、互いに独立なんですけども、期待値の線形性っていうのは、えっと、互いに独立じゃなくても成り立つわけです。 だから、先ほどですね、その、確率をバラバラにするかけ算で分けるときには、独立性っていうのが必要だったんですけども、この期待値の線形性をえと使うときには、その独立であるという性質がいりませんから、そこはですね、実はすごく強力で、もうこの無条件でですね、この、あの、イコールが持ってくれます。はい。で、今この x1 の期待値とか x l の期待値が分かればいいんですけど、これはもう上でこれ計算してるわけですね。どの i に対しても、xi の期待値は p であると。 いうことですから、で、この P がですね、ここでは、だから、あ、すみません、すみません、N クアルとなって、これ PN になります。これが知りたかった、この期待値になります。よろしいですか で、これはですね、この表示確率変数っていう考え方を使った考え,えっと、考え方で、これ非常に重要なんですね。だからこれ使いこなせるようになってほしいんですけども、もしですね、この表示確率変数というこの概念を使わずに、この期待値を計算しようとするとどうなるかってことをちょっと今からご紹介します。表示確率変数を使わなかったら。で、この時には期待値の定義通りにやろうと思うと思うと、どうなるかっていうと、FJ という えっと、事象を考えます。これは N 回、えっと、効果を投げて J 回表が出るという、ちょうど J 回表が出るという事象にしましょう。いいですかね。じゃあ、まず、で、そうすると、まあ、そこ先にここを見ますけども、N 回投げて表が出る回数っていうのは FJ が正規する確率かける J の和になります。いいですか ?FJ が起きてるときには J 回表が出てるわけですから、 表が出た回数は J で、それを J が0から N にセットすという形で、この J の平均値ですよね。つまり期待値。えっと、表が出る回数の期待値っていうのが分かるわけです。で、あとこの、じゃあ FJ の起こる確率っていうのは分かればいいんですけども、これはここに書いる形になります。ですね。どういうことかっていうと、今、N 回、この書きが分かんない。N 回ですね、コイン投げるわけです。 でこの中で今も J 回表が出るっていうふうに言ってるわけですから、えっと、ここの中でですね、どこ、どの J 回で表が出るのかってことを考えましょうと。じゃ、こことこことここで出ると言っていきましょう。で、この場所を選ぶ、この J この場所を選ぶ方法が NChooseJ です。ですね。で、選んだ場所で実際に、えっと、本当表が出ることを、えっと、 が起きるのが、えっと、確率 P なんですね。で、えっと、チェックつけてないところで、表が出ない確率は 1-P です。で、これらの事象は互いに独立ですので、これ全体、この、えっと、表が出る場所を固定したときに、そこでちゃんと表が出て、おかんとのところでは裏が出るという確率は、P の J 乗 ×1-P の L-J 乗になります。ですかだから全体として、ここの右辺に書かれているものというのが、この FGA が起きる確率になります。いいですか ということで、それをここにですね、えー、f j の確率をここに入れますと。で、あとはですね、この輪をですね、あの、簡単にしてあげると、この PN になるんだってことを言えばいいわけですね。で、それで問題はですね、この輪を見て、これが PN になるってことを、えっと、あの、判断できるかってことですね。これ実際計算すればわかるんですけども、そうするとですね、ここら辺いろんなことをこう考えなくちゃいけないとで。実際ちょっとこれ考えた、あの、 結果をこれ下に書いてあって、えっと、任意の x、y に対してですね、nx、x プラス y の n マイナス1乗っていうのが、この右辺ェンうにかけるっていうのが、これはですね、二項定理を使うと証明できます。ので、えっと、これを考えましょうということになります。で、そうするとですね、何なのかというと、何なのかというとですね、えっと、だからここの中の x が p で y が1マイナス p になっているというのが、ここに現れてるわけですね。 なるほど。だから、この x を p にして y を1マイナス p にしたものがここに現れると。いう形になります。でそうすると、今、ここのカッコの中身、これは、えっと p、p プラス1マイナス p なので、これが1になりますね。だから n、n マイナス1乗してもこれ1になります。だから、np だけは残る。まあ、順番に書いて p になるということになります。いいですかだからこれはですね、まあ、このここでって書いてある、これをですね、知っている、あるいは導けるんだったら、えっと、全然これでも問題ないわけです。 ですかね、ただ、まあ、もしかしたら二項定理を忘れちゃったりですね、二項定理をまあ、導けない。忘れてしまったとしても導けばいいかもしれないけども、まあ、導けない。あるいは、それ、二項定理が導けたとしても、これが導けない。ってこともあるかもしれません。ので、えー、っと、もしかしたら、まあ、こっちの、あの、計算の仕方は定義に基づいてはいるんだけども、計算しにくいかもしれません。一方でですね、このはじめの方、これはですね、もう、あの、何も使ってるんだけど、この期待値の線形性では使ってない。 って感じなので、えっと、非常にですね、計算が楽なんですね。はい。ということもありまして、まあ、私としてはですね、この表示確率変数を使うという、このテクニックをですね、皆さんぜひですね、身につけてもらって、こういう計算はですね、簡単にできるようになってほしいっていうふうに願うわけです。はい。で、まあ、今の場合は、 このですね、fj っていう確率、これ、あの、まあ、一応これ、書けたから良かったわけですけども、そうでない場合もあったりします。まあ書けない場合とか。そうするとですね、まあ、困っちゃったりすることもあるんですけども、そういうときにも、あの、表示確率変数を使った考え方っていうのは、えっ、ー、と、有効だったりしますので、ぜひ、あのか、あの、身につけてみてください。はい。で、これが、えっ、ー、と、4番目の問題でしたで。最後の問題、これ5番目ですね。表が出るまでに投げ続けるとき、投げるとき、投げる回数の期待値はですね、いわゆるあのベルヌーイ思考って言ってるやつですけども、 えっと、これをですね、じゃあ考えていきます。で、まず、表が出るまで投げるとき、投げる回数を Y とします。で、これ Y というのは、その投げる実際のその、えっと、表裏の出てくるその面に依存しますから、これ、これ確率変数ですね。これ確率変数です。これ,これ回数聞いてますから、これ確率変数です。ですかね。では、何かというと。 一回目に表が出る実証は E 値と書いたので、この Y の期待値っていうのはこの右に書いてあるような形で書き換えられます。で、これ何かというと E 値が起きたか起きてないかで場合分けをしています。正規するかしないかで場合分けをしています。いいですかで、前の方に書いてあるのは E 値が起きた場合の話です。 の期待値です。で、後ろの方が E1 が起きなかった場合の期待値です。で、起きた場合の期待値っていうのは、その起きる E1 の下での、E1 という条件の下での Y の期待値っていうのが出てきて、えっと、そこに E1 が起きる確率が入ってると。後ろの方は E1 が起きない、E1 より一緒が起きるという、えっと、場合、条件の下で Y の期待値を聞いてる。こういう形ですね。ですね。で、これは、だから、あの、Y が、とか E1 が何であったとしても、これは成り立つ式です。 で、あとはですね、ここに出てきている、このいろんなですね、部分、この4つの部分がある。で、この4つの部分が分かれば、これでおしまいです。じゃあ、E1 が起きる確率、これ何だったかっこれはもう前にありました。これ P でしたと。で、じゃあ、4次長が起きる確率、これは1マイナス P でしたと。これはだから知ってると、ですね。で、じゃあ、あの、あと、この条件付き期待値ですね、これ何でしょうと。期待値が分かんないのに条件付き期待値が分からなかった。そういう、 話はあるかもしれませんけど、それで今からやっていきましょう。では、えっと、E1 が起きたという条件のもとで Y の期待値なんでしょうと。E1 ってのはつまり、1回目に表が出てるってことです。つまり、表が出るまでに投げる、投げる回数っていうのは、その時には1回になります。だから E1 という条件の、e 起きるという条件のもとで Y は何だっていうと、これは1になります。いいですか ?E1 が起きたら、もう投げる回数1回なんです。だから、その時の Y は1です。だから、期待値も1です。 では、e バー、えっと、E1 が起きなかった、表が出なかった場合の Y の期待値はいくらでしょうと。そうすると、ですねその時っていうのは、えっと、E1 が起きなかったので、1回はもう投げて、投げ投げてもう1回投げることはもう確定するわけですね。で、1回投げ終わった後どういう状況にいるかっていうと、それを忘れて、次の2回目のコイン投げを1回目だと思って、また始めると思ってもらっても、構わないわけです。 で、そうすると、何かっていうとそこ、その2回目から本物が始まると思ってやると、そこから表が出るまで投げ続けるときの投げる回数っていうのは Y なわけです。ですかだけども実際はそれは2回目から始まってるので、そのずらした分1っていうのをプラスしてあげれば、全体の投げる回数が分かるということになります。いいですかで、その期待値です。そうすると先ほどの期待値の線形性から、 第一の線形性から、これは1プラス y の第一であるということが言えます。いいですかで、そうすると、この上の青い式における4つの部分がですね、これ全部分かったんですね。p1-p、P、P ここ p1-p。で、前の部分これ1。で、後ろの部分は1プラス y の第一。って言うと、こうなりますね。これがこの上の青い式を今分かったもので書き換えたものです。 で、そ、で、これじゃあ整理するとどうなるかっていうと、これはですね、ey イコール p プラス1マイナス p プラス1マイナス p ey です。いいですかどういうことは、これもう少し整理すると、もう少し整理すると、えっと py、e、この ey に関係するものを全部左に持ってきましょうと。で、えっと、それ以外を全部右に寄せるとこれ1ですね。 e, y イコール1という形になって、つまり e, y は p 分の1になると。こういうことが言えるということになります。よろしいですかで、これもですね、まあこれ期待値考えてるんですけども、これはですね、えっ、ー、と、巧妙で <laughs>、えっと、思いつかないかもしれないですけども、じゃあ普通に、えっ、ー、と、この確率変数 y っていうのをこれ使わずに計算しようとするとどうなるのか。ちょ来としたね。 あ、これちょっといろいろやってましたね。すいません。条件付き期待値使わなかったらどうなのかっていうと、えっと、その期待値の定義通りに計算しようということになるわけです。でそうすると何を剥がるかっていうと、まず実証を考えます。AI という形で、1回目から i 低い1回目までは全て裏で、i 回目で表が出る。つまり、その i 回目で初めて表が出るという実証を AI と書くことにしましょうと。とそうすると、まず下から言いますけども、求める 期待値っていうののは AI I が起きるる確率かけ割になります,で,すかで、すかこの AI が起きる確率が分かればいいんですけども、これは何かというと、上に書いてある通り、えっと、1回目から i-1 回目までは表が出ないので、このバーがついた、えっと、事象を持ってきて、かトて結ばれています。で、最後、1回目には表が出ますが、EI が出 で、ここに書かれている事象はすべて互いに独立なので、この掛け算を、えっと、を使ってバラバラにできるということになります。独立性ですね。で、これ一個一個の確率を見てみると、1マイナス P が i-1 個あって、P となる確率は1個あると。こういう形になるわけです。だから、えっと、この AI の確率は、この1マイナス P の i-1 乗をかける P という形で書きますから、ここですね。という形で書いてあげましょうと。で、そうすると、ここのですね、は、 級数が何だかってことが分かればいいんですけども、まあ、これはですね、またこれ頑張って計算してもらう必要があります。で、まあ、頑張って計算するとこれが実際本当に P-1、1いやだやだ P 分の1になるってことが分かります。で、これはですね、まあ、頑張って計算してもらう必要がある。 で、まあ、頑張って計算すると分かるということになるので、まあ、これ詳細演習問題ですけども、実際やってみてください。で、そうするとですね、いかにですね、この、はじめの、この条件付き対待値を考えた、使った考え方っていうのが簡単なのかってことが分かると思います。ここでは、その、もう、級数も,何も出てきてないわけですよね。もう、あの、普通の方程式といてるわけって感じなので、ぜひですね、こういうその、計算法によってですね、あの、 大変さが全然変わってくるっていうことを、あのー、感じてみてください。はい。で、ここまででこの、えっと、この典型的な5問についてやってきました。はい。ではですね、先ほどですね、この4問目の話で、この表が出る回数の期待値っていうのは、これ PN になりますよってことを言ったわけです。じゃあですね、例えば、この実際この X って、この表が出る回数、 ののが期待値の2倍以上になるだから、もうたくさん表が出てほしいんだけども、期待値の意味では、これ PN 回しか、あ、PN 回出ることになるわけですね。じゃあ、その2倍、えー、っと、表が出るような確率っていうのは、どんなもんなんでしょう、とうことをちょっと考えてみたい。で、こういうのはですね、まあ、よくある、あの、設定なわけです。何かっていうと、この期待値よりも離れたことが、えっと、値を取る。 もちますね。ある確率変数があって、それがですね、期待値よりも離れた値を取るっていう確率はどんなものなのかってことを見積もりたいってことはよくあります。でですね、えっ、ー、と、じゃあ実際まぁちょっと、これはですね、えっ、ー、と、シミュレーションをしてみました。今ですね、えっ、ー、と、p を点一だとして、えっ、ー、と、n 1 0だとすると、先ほどの、えっ、ー、と、計算だと、x の期待値ってのはこれ pn ですから、これはですね、えっ、ー、と、十かな。 10になるわけです。だから、100回このような効果を投げると、10回は、まあ、10回表が出るというのは、そういう期待値なんですね。で、実際にやってみると、まあ、この10っていうところ、この、えっ、ー、と、表が出た回数が、あの、みえっ、ー、と、横軸なんですけども、この10のところのところあの、ピークから、え、で、ちゃんと言いますね。横軸が表が出た回数。 縦軸頻度なんですけども、この10っていうところですね、表は高い解説10っていうところがすごく頻度高いって形になってるっていうのはこれわかると思います。じゃあですね、えっ、ー、と、2× 期待、つまり20。これを、あこの、えっ、ー、と、表はだからさ超えるような、えー、とことっていうのは、まあ、起きないわけじゃないです。起きないことがなくないけども、非常に、えー、と頻度小さいです、ね。例えばですね、これ100ってここに書いてますけども、えっ、ー、と、N を100なので、 えっと、100回投げてですね、100回と表が出るってことは、まあ、あり得るわけですね。でも、実際、ここのシミュレーションでは起きてない。あ、これ、さ、シミュレーションっていうのは、これ、あの、プログラム書いてやってみたこと,ことなんですけども、100回表が出るってことが起きなくって、まあ、もう多くても、この場合、25回ぐらいしか出てないで。こんな感じなんですよね。で、実際に、この、えっと、出た、表が出た回数が、えっと、20以上になる。 のがこのシミュレーションにおいては、えっとこれ1万回しか試行を行ったとのところ、30回しか起きませんでしたと。ただこれだから0.003ぐらい小さいってことなんですね。で、こういう感じなんですよ。で、本当にこの中だえっとこの気体値の2倍を超えるってことはあんまり起きないんですけども、それなんでなのかってことをこれを数学的に解析したいってことをやりたいですね。で、こういうふうにですね、この気体値から外れた ところにある事象があんまり起きないっていうようなことを、えっと、証明する、数学的に解析するための重要な道具があります。で、それをまずご紹介します。一応ですね、このマルコフの不等式と呼んでいるものです。もうこれ今、青い枠にしてますけども、これ、あの、赤枠でもよかったかなって気がしますね。これ非常に重要な不等式です。で、これがあるとですね、もういろんなことができます。 で、どういうものかというと、まあ、自然数値確率変数と言ってます。まあ、別にまあ自然数値じゃなくてみんなけどここでは自然数にします。自然数値確率変数。だから、えっ、ー、と、えっ、ー、と、この授業はですね、理算確率変数しか扱ってないので、まあこれ理算だと思ってください。理算確率変数。まあ自然数値しか取らないから、理算だというふうになるのは当たり前かもしれませんけども、あの、理算確率変数であることはちょっと、あの、言っておきます。で、えっ、ー、と、これ Z で、 あで、あ、で、これ、今これ0以上です。だから、えっと、必ず、えっと、負の値取っちゃダメ。そういう確率変数です。それと、えっと、0よりも大きい性実数、これは実数ですね。に対して、えっと、まずこの z という、えっと、確率変数の期待値が存在するんだったら、ここに書かれている不等式が成り立ちます。何かというと、z の値が t 以上になるということが起きる確率は、t 分の z の期待値以下です。という、こういう、 えっと、不等式です。で、これはですね、今から証明しますけども、これ簡単に証明できます。で、これが非常に重要。非常に重要。もういろんなところで出てきます。ので、まあ、その、あの、応用というか、どういうふうに使うのかってことも含めて、なんかやっていきますけども、まずですね、これ、ま、格言としてました。マルコフの不等式で起こりにくい事象の確率を評価する。だから先ほど言っていたのは、これ Z っていうのが、今書かれてますこれ先ほどの X を食べましょう。表が出る回数。だからそれが、 t 以上ですよとだから。あの、極端に、だから今これ t っていうのはなんか極端に大きな数だとして、z が極端に大きくなりますよってことを、あの、確率で書いてるのが左辺だとしましょうと。で、それがある量で上から押さえられますよと。が小さくなりますよっていうふうに言ってるのがこのマルコフの不等式なわけです。ですかで、えっと、そういうとき、この起こりにくい事象の確率を評価する。評価することのが上から押さえる。 っていうのに、このマルゴフの方式は使えると思います。で、使い方は実際今から見ていきます。が、まずその前に証明します。で、証明はそんなに難しないです。今ですね、えっと、ここに EZ ありますね。Z の、えっと、期待値。で、これ存在するって言ってますから、そのまま書きます。何かっていうと、Z が i を取る確率かける i の和ですと。 こんな感じになります。今、Z が取り入る値は0以上ですから、この場としては i が0から無限大まで、まあ、自然数値ですから、これ普通の場で考えてあげればよろしいということになります。で、何をするかっていうと、このですね、和の範囲を0から t-1 の部分と t から無限大の部分に分けます。ですかこれただ分けたわけです。でそうすると、前の部分見ますね。前の部分見ると、この確率っていうのはこれ全部0以上ですね。これは、あの、当たり前です。 一方ですね、後ろの方、この,この i の方を見ると、えっ、ー、と、これ i が t から無限大まで取ってますから、この輪の中の i においては、えっ、ー、と、輪の中においては、i の値は全部 t 以上になります。ですかね、だから、えっ、ー、と、後ろの部分のこの i を t に置き換えて、前の部分の確率を0に置き換えたものを作ると、それはこの不等号の向きとして、後ろだけ残って、i を t で置き換えると、輪の外に t を出せます。なぜかというと t は i に依存しないから。 で、こういう形になると。でこれは、z の値が i を取る確率の和なんだけども、i は t から無限大まで全部動きます。つまり、ここに書かれている和というのは、z の値が、I えー、t 以上になる確率と等しくなるわけです。いいですかで、ここにある不等式。右に書きますけども、ez が t、e、かける、えっ、ー、と、z が t 以上になる確率と。 いうことになっているので、これ両方へ両辺れ t で割ると t 分の ez が、えっと、z、d イナリ r y ル o r t と。こういう形になるわけですね。で、これは、ここに書かれている不等式の、まあ、左辺と辺の位置を逆にしてますけども、本質同じだらということになります。で、ご証明を割ると。こういうことになります。ので、えっと、これで証明できました。 でですね、これはですね、このまあ2行で証明を割るようなあの簡単な不等式なんですけども、すごくえっと応用が多いです。はい。で、今ですね、ちょっとあの注意しておくと、今ここではこの自然数値丸、えっと、確率変数だって,言っ,て言ったんですけども、これは別にですね、えっと、0以上の値を取るんだったら実数値で連続確率変数でも構いません。同じような証明が積分でできますの。ので、あの、同じようなえっと結論が得られるんですけども、まあ この授業ではその連続確率変数扱いませんから、まあ、この形でマルコフの不等式紹介しますし、使っていきます。はい。で、今例えばですね、このマルコフの不等式を使って、ここに書かれているこの、えっ、ー、と、確率を評価しようとすると、マルコフの不等式の下に書いてあすね、こ,こですねあ。今これ z を x として t を 2×x の、えっ、ー、と、期待値とします。そうすると t が 2×x の期待値。 で、分子は、X の2ですから、これそのまま計算すると、これ2分の1になります。つまり、この、X というものの値が、期待値の 2, 乗あ2倍以上になる確率っていうのは、2分の1以下ですよっていうふうになって、まあ、そんなに大きくないんだってことはわかるんだけども、2分の1以下だっていうことしか言えないわけです。で、2分の1以下っていうのをとても小さいというかなっていうふうに、ちょっとこれは、あの、不安に思ってくるわけですよね。 うんうんうんとで、ちょっとそういうふうに思えないので、もう少しこのマルコフの不等式の使い方を工夫してみようかなっていうふうに思います。で、どう工夫するか。で、ここがですね、トリックなんですね。どうするかっていうと、今、x が2の2かける x の期待値より以上であるっていう事象を考えてるんですけども、それは実,実は2の x 乗が、2の x 乗は2の2かける x の期待値乗以上ですよっていう、えっと、 事象と、事象としては全く同じなわけです。わかりますかね今ですね、えっと、y イコール2の x 乗っていう、この、グラフがあるとしますよね。こういう関数がで。そうすると、あの、右の方で言ってるのは、この、large x っていうのが、2かける x の、えっと、x の期待値上以上になりますよっていう、えっと、ことを表す、えっと、事象になってるわけですね。で、これをですね、この、えっと、y イコール2の x 乗っていうようなこういうその単調、表記単調増加の関数を通して見てあげると、どうなってるかっていうと、これはだから、えっと、2の,2の x 乗軸ですけども、えっと、ここが、えっと、ここが2の 2×Ex とこうなってまして。すいません。ちょっと今これ、ここがこれ2倍ですね。2倍です。2倍です。はい。っていうふうになってまして、で、えっと、それ以上ですね。2の x 上がね。うん。になってなくちゃいけませんよってことを表している。で、これはその1対1に対応してますから、えっと、事象としてはこの2つ同じであるとなるわけです。ですか。で、この式、この式に対して、先ほどのマルコフの不等式を適用しましょう。 こんな感じになると。そうすると、えっと、この部分ですね。t に当たる部分が、分母に来まして、左辺の期待値が分子に来ると。こういう形になるわけです。ですかで、えっと、ex、これはもう今我々知ってます。pn です。pn です。だから、これ2、2×2 の pn 乗で、あとわかんないのはこの分子の2の x 乗の期待値です。 ですかね。のの人たち。で、これが分かれば、なんかいいんじゃないかなって気がするわけですね。で、それをやってみましょう。で、そうするとですね、今、この2の x 順の人たち知りたいんですけども、x っていうのは x1 プラス点点点プラス xn でした。ですね。で、これは2の方に乗ってますから、これはこういう形のですね、いわゆる相乗。 そしてかけるわけですね。この π っていうのはこの掛け算を表しているということですね。シグマは足し算でしたけども、この π が掛け算を表している。こういう形になります。で、重要なのはですね、x1 から xn っていう、えっと、確率変数は互いに独立です。なぜかというと、x1 っていうのは1回目の、えっと、コイン投げ、効果投げの結果を表していて、xn は、えっと、n 回目の効果投げを表しているわけですから、これでそれらは互いに独立な投げだったので、まあ、独立なんですね。で、そうすると、この2の x1 乗、 点点点2の x2 乗っていうのこれも互いに独立になります。いいですかということなので、この、えっと、積の期待値っていうのは、この中に現れている一つ一つの確率変数が互いに独立なので、この、えっと、積の期待値は期待値の積に分けられます。で、これはですね、この独立性を利用します。先ほどですね、和の期待値は期待値の和になるっていうときには、 独立性いらないっていうに言いました。それは正しいです。ですけども、席の期待値を期待値の席に分けるときには独立性を使うことになります。いいですかということなので、これは注意してください。だからこれは独立、独立であるときにできる操作です。で、そうするとですね、この、えっと、中身ですね、これが分かれば、 これ言っている、この2の x 乗の期待値分かることになります。じゃあ、この2の xi 乗の期待値を考えましょうと。そうすると、xi っていうのはもともと何だったかっていうと、1と0の値を取るっていう、そういう、えっと、確率変数だったわけです。っていうことなので、2の xi 乗っていうのは、これは2の1乗か2の0乗を取るって、こういう確率変数になるわけです。ですかで、いつ2の1乗を取るのかっていうと、それは xi が1の時ですから、 つまりそれは、えっと、表が出る確率 P をかけ、表が出る確率 P ので、それは起こるとう,うなります。一方で2の0乗に、その2の XI 乗がなるときっていうのは、XI が0のときですから、そうなる確率ってのは1熟 P です。ですかだから、この2の XI 乗の期待値っていうのは、2の1乗かける P、プラス2の0乗かける1マイナス P となります。で、これ、丁寧に計算すると、2の0乗、これ1ですね。ですか ?2 の0乗1です。 だから、後ろの部分は1マス P です。で、倍の部分は2かける P になります。ということで、全体として1プラス P が出てくると。ということで、この赤い部分、これは i に関わらず1プラス P です。なので1、1プラス P が N 個かけられて1、1プラス P の N 乗っていうのが、この N の X 乗の期待値として出てくるということになります。ここまでいいですかで、そうすると、これ先ほどの、えっと、分子ですね。 この分子の部分、これは1プラス P の N 乗だってことが分かったと思いうことになります。一方、この分母の方は、これは2の 2PN 乗ですけども、これは、あの、書き換えるとこれ4の PN 乗です。ということなので、これ全体としては、4の P 乗分の1プラス P の N 乗になると。こういう形になります。ですか。で、まあ、P は、えっと、0よりも大きくて1以下なんですけども、まあ、これはですね、P が大きくなるにつれて、 あ、それこれ P の値は、きにしないで、これはですね、えっ、ー、と、全体としてこれは1未満になります。一未満にす。P がロであったとしても、これは1分の1だから、なかこれは0未満っていうのはおかしく、あ、だから P がゼロの時には1になるんだけども、P がゼロよりもちょっとでも大きいと、これは1を下回るということになりまして、えっ、ー、と、で、 p は0になりませんから、えっと、これですね、このカッコの紙ってこれ1よりも真に小さいです。だから、それを n 乗するときには n が大きくなれば大きくなるほど、この全体の値っていうのは小さくなります。ですかね。例えば、先ほどのシミュレーションの設定、p が100分の1で n が100のとき、この値計算するとこれ0.013になります。で、これは、まあ小さいですよね。先ほど初めの、このは 式だけにマルコフの不等式を適用するとこの確率は2分の1以下だってことは言えるっていうふうに言ったんですけども、このようにこの2の何とか上っていうのを途中に入れることによって、この一番左側のに返ってある確率が、えっ、ー、と、すごく小さいんだよ。具体的には0.0132以下なんだよってことまで言えるようになったと。 あこのパラメーターの値のりですね。に言えるようになったということになりますから、これはやっぱりこの2の何とか上というふうに書くことによって生まれたですね、新しい見方になるわけです。じゃ実際この0.013に以下ですよっていう確率、先ほどのえっ、ー、とシミュレーションをちょっとあの置いといて、もう後でお見せしますけど、ね、えっ、ー、と、疑問があって、じゃあこの 今、xi から2の xi 乗っていうのを作ったんだけども、じゃあこれ2の xi 乗であると、これ2っていうのは重要なのかっていうと、実はそうではないです。別に2じゃなくても、例えばこれ3でもですね、何でもできます。一より大きければ何でもできます。例えばこれ3にすると、この分子、これ3の x 乗の期待値。分母は3の2かける x の期待値乗。という形になって、同じ計算ができます。こんな感じで。で、そうすると、これ出てくるのは、 えっと、ここの部分が9の p 乗分の1プラス 2p になったりして、先ほどの、えっと、パラメータの値の時には、この右辺、この値は0.0238になります。これはですね、先ほどこの何とか乗の部分を2にした時には、ここ0.01何とかだったので、えっと、この上階としてはですね、この左辺の、あの、確率を上から押さえる値としては、えっと、2の時よりは悪くなってしまっているわけです。 ですけども、まあ、うまく選ぶと、ここの部分の値っていうのを、えっ、ー、と、最適化できます。だから、えーと、そういうふうに考えることがよくありまして、それをですね、このチェルノフ上界の技法というふうに言ったりします。これはよく使われる技法です。何かというと、まずですね、過程があって、X が独立確率変数の和であるとき、今、この例ではそうでした。ですね、この N 回コインを投げるっていう、その、 それぞれの、えっと、事象が互いに独立だったので、そこから作った確率変数 x1 から xn も互いに独立だったと。で、それを和として x が表れてる、表されてると。そういう場合ですね。で、この時には、x の期待値の代わりに c の x 上の期待値を考えて、マルコフの定理などを、アフトーシなどを、えっと、適用しましょうと。 で、そうすると、この最終的にこう出てくるこう状態っていうのは C に依存したものになるんですけども、それがですね、できるだけ小さくなるように C っていうのを定めてあげると、いい状態が生まれるんじゃないかっていうのは考え方です。でですね、あ、なかったな。<laughs> えっと、すうませんこの後にシミュレーションの結果をもう一回出すと思っていたんだけど、なかったですね。もともとですね、シミュレーションを見ますね。これ、シミュレーションの結果、この1万回中30回、この、えっと、 自称が発、えっ、ー、と、正規者って言ってるんで、この、えっ、ー、と、確率は、この場合は0.003だったわけですけども、これマルコフの不等式を使って見積もった、えっ、ー、と、確率っていうのは、えっ、ー、と、0.0132なので、待ってくださいね。 0.0132でしたから、えっと、だからこの0.003よりも大きな値になっていて、もしかしたら先ほどのそのマルコフの不等式を使ったですね、上階、この確率に対してこ上階っていうのは悲観的かもしれませんけども、まあ、これはちゃんとあの、このシミュレーションにおいてはちゃんと0.03になっているので、この、えっと、これ得られた結論っていうのがちゃんと、えっと、ですね、結論がちゃんとあの、間違っていないってことはわかります。 間違ってい,い,いっていうか、えっと、えっと、明らかに間違っているわけではないということはわかります。ということです。いいですかはい。では、えっと、初めのこの不公平な交換投げの話はこれで終わりになります。ではですね、二つ目の話、このクーポン収集問題っていう話をしていきます。これもですね、非常に典型的な、あの、この確率の問題になります。ご紹介します。こういう設定です。今、商品を買うと、N 種類の景品の中の一つが当たる。 というふうにします。で、まあ、この、あの、問題の、あの、設定では、この景品のことをクーポンと言ったりします。ただ、あれ、えー、っと、このショ、景品の集合、商品、えー、クーポンの集合のこと <laughs> あの、商品と景品っていう言葉をこれ、あの、分けて使ってます。買うものは商品です。で、当たるものが景品です。で、景品の集合をラージ N として、1から N まであるとますだからその、えー、っと、N 種類のクーポンがあるわけですね。こうですねで。それの集合をラージ N としましょう。 で次は重要な仮定で、どの景品 i に対しても、商品を1個買ったときに、景品 i が当たる確率っていうのが N 分の1であって、これらは商品の間で同一であり、互いに独立であるっていうふうに仮定します。いいですかだから、独立性重要ですね。だから、N 種類商品があるんですけども、1個買って、なんか商品、1個商品買って景品3が当たった。 っていうことが起きたときに、次の2個目の商品買ったときに、えっと、景品さんが当たる確率っていうのが下がるわけではないってことですね。同じように景品さんっていうのも N 分の1の確率で当たる可能性があるわけです。で、問題はこれです。全種類の景品を集めたいんですね。我々。我々あの、皆さんは。全種の景品の、N、種類の景品を集め、切るまでに何個商品を購入すればよいか。で、これはもちろんですね、えっと、確定的には言えません。何個買えば、 そして、景品が全部当たりますとかってことは言えませんし、もしかしたら、ずっともう、あの、100万個とか200万個とか1億個買っても全員当たらないってことはあり得ます。確率的にはあり得ます。だけど、あつまり、あの、ここで言っているこの何個商品を購入すればよいかっていうと、購入商品数っていうのはこれ確率変数なわけです。だから、何個購入すればよいかっていう問い自体はあんまりよろしくなくって、そのために考えたいのはこの確率変数に対する期待値です。 あるいは、高確率で購入することになる商品の数はいくつでしょうと。この高確率っていうのは、あの、後で、これちゃんと定義します。えっ、ー、と、どういう意味なのかってことは、これちゃんと、あの、決まってるので、定義しますけども、高確率で、購入することになる商品の数、いくつでしょうと。いうことを考えたいと。で、まずこの、期待値の方が考えやすいので、これを考えましょうと。で、えっ、ー、と、その前に、シミュレーションまたこれもしてみましたと。 えっと、景品数100の場合、だから N が100の場合、えっと、100万回試行しました。100万回試行ってのは何かっていうと、えっと、景品を100個揃えるまで買い続けるってことを100万回やりました。<laughs> もちろんこれは計算機上で、あの、プログラムでやってるんですけども、で、その時に何個実際に、その、 プログラムが、えっと、商品を購入したかっていうのを書いてるのが、この緑、じゃ緑じゃないですね。このオレンジの図です。えっと、横軸が購入商品数で、た縦軸が、そんだけ、えっと、購入したのが、この100万回中何回起きたかっていう頻度を表しています。で、これが、あの、左側にある、えっと、軸ですねで。そうすると、えっと、場合によっては、ここら辺ですね。1600個ぐらい。こう、えっと、 商品を購入することで、ようやく100個の景品が集まったっていう場合もありますし、一番高いこのピークのところはだいたいですね、440ぐらいですかね。440ぐらいのところになんかピークがあると、こんな感じになってますね。こういう形の、えっと、これは、いわゆるこの頻度分布が得られたという形になります。で、青い方は何かっていうと、これは、この、この、あの、オレンジのカーブの累積頻度です。累積頻度は右側に。 書いてて、まあ、これ、全部、あの、足すと、100万になるわけですけども、その100万にどうやって近づいていくかっていうのを書いてます。でも、そのぐわーっと上がってるのは、まあ、この500と、商品を買いに行こういう会が500とか、えっと、上がり始めてるのは、この、ここら辺ですね。400ぐらいで上がり始めてますけども、えっと、そういう形になって、最終的にこう100万に落ち着くと。こういうような、えっと、累積分布になってますと。累積頻度になってますと。いうことです。 で、だから、ま、あこの、えっ、ー、とこ、このずっ、えー、と、えっ、ー、と、えっと、計算するとですね、この購入商品数の平均が518.6人になってます。だから、えっ、ー、と、100集めるのに、だいたいその5倍ぐらい買ってるっていうことになってますね。大変な話ですね。と <laughs> いうことで、えっ、ー、と、じゃあ実際にこれをですね、あの、数学的に返しましょうと、ということをやってみます。 で、えっと、期待値を計算するんですけども、えっと、こういうふうに考えましょうと。商品を次々買うときに、すでにいくつ景品を持っているかを考慮しますで、そのときに新しい景品が得られるか得られないかだと考えるとだから、すでに景品を J 個所持している状態を考えます。で、その条件のもとで新しい景品が当たる確率はいくつでしょうと。今、1個景品を買うと、えっと、まあ、商品を買うと、その、 えっと、中に、えっと、景品が入っていて、その景品は今まで持っている景品がそうでない景品かのどちらかであるわけです。でそうすると、これは、えっと、景品の総数、総種類分の持っていない景品の種類数っていう、あの、この比によって、この確率がわかる、えっと、得られるということが分かります。ですね。まだ得ていない景品のはずが、N、景品の種類が N-1A です。いいですでに J 個、気持ってるわけだから。 で、ここで次の確率変数を考えます。これ確率変数です。何かというと、これ XJ ですけども、景品を J、種類所持した瞬間から、新しい景品が当たるまでに購入した商品の数です。いいですかだから今、こう、あの、1、2、3、4。 5,6っていううな形で、景品を、あの、もう、たくさん買っていくわけです。で、いつ当たったかなってことを、えっと、記録していきましょう。例えば、初めの商品買った時には、えっと、景品1個も持ってないわけだから、その時には必ず当たります。初めの商品がったら、必ず当たります。で、2個目買った時、えっと、もしかしたら、この初めに買った商品と同じものがですね、偶然、あの、入っていて、 当たってしまわないってことがあるかもしれません。だからその時にはチェックが起きないと。でも3つ目、ね、買った時には新しい景品が得られたとしたらこれチェックしましょうと。こんな感じですね。で、この新しい景品が得られた瞬間だけこう,う,うにチェックしましょうと。いいですかね。うん。で、ここで言ってるのは何かっていうと、このこ、こういうような形で実際にその、えっと、景品が当たったとすると、ここに書いている、えっと、確率変数の値はこの時どうなのかっていうと、えっと、X0 が1です。0個。 景品を持っているところから新しい景品が当たるまで1回商品を購入しているから。じゃあ、この、この瞬間から次の商品が当たるまで何個商品購入してかという2個なので、X1 は2になります。この場合。ですかで、えっ、ー、と、X2 はこの場合3になります。2つ目が当たってから、1、2、3、たって、えっ、ー、と、3の景品が当たってる。こんな感じですね。 こんな感じです。いいでしょうか。だから、えっと、この図においてどう,こう見るかっていうと、ここまでの数、えっと、ここの数、これ、この間の数が、これが x0。ここの間の数、これが、えっと、x1。こんな感じですね。こういうイメージを持ってください。x2。で、ここが x3。こういうことですね。いいですかね。こんな感じになってます。で、そうすると、何がわかるかっていうと、えっと、 すべての景品が当たるまでに、えっと、購入する商品の数っていうのは、ここら辺に書いた X なんとかの割になります。つまり、えっと、計算したい。第1。っていうのは、E の X0 プラス X。 x1 プラス、点点点プラス、えっと、x n 一ですね。n 一個商品持ってるところから新しい商品が得られる、あ、景品が得られる。すませもう一回。え、えっと、n 一個景品を持ってる時にから、えっと、これ、もう一回、n 一種類ですね。n 一種類の景品を持ってるところから新しい種類の景品が得られるところまでの、えっと、商品購入数が x n 一ですから、x n 一だったら、えっと、全部の種類の景品を持ってるいうとなりますね。 で、これを計算したいので、この一つ一つの確率変数の期待値が知りたいということになります。でそうするとですね、この xj っていう、この、えっ、ー、と、確率変数の期待値を知りたいんですけども、まずそもそもこの確率変数は何なのかっていうと、えっ、ー、と、これはですね、この n、n 分の n-j の確率で表が出るコインを商品を買うごとに投げてるっていうふうに思うわけです。 ですね。で、投げて、表が出たら、それを新しい景品が得られた、新しい種類の景品が得られたってことになって、この、えっと、なんだろうな、シャッターがおりますという形になって、えっと、なるんですけども、そうじゃな、ない限り、この表の出るか、えっと、確率が N、N 分の N マイナス J であるコインを投げ続けるわけです。 つまり、ここですね。景品を J 種類所持しているとき、新しい景品が当たるってことと、表が出る確率が N 分の N マイナス J であるコインを投げて、表が出ることは、まあ、10日だと思,う思えるわけです。で、そうすると、表が出るまでに投げ続けるときに、その、えっ、ー、と、コインを投げる回数の期待値。つまり E の XJ っていうのは先ほど言った、あの、 不公平な効果内容の時の話から、この確率の逆数、p 分の1だってことが分かってますから、それはこの逆数、つまり n-j 分の n であるということが分かります。いいですかで、この xj のこれで期待値が分かったので、これを足してあげると、欲しい期待値が得られるということになります。でこうですね。今言った通り、この購入商品数は x0 から xn-1 の和なので、その期待値はそれらの和ですと。で、えっ、ー、と、 期待値の線形性。期待値の線形性を使いますと、これらはバラバラにできますと。ですね。バラバラにできますと。で、バラバラにすると、一個一個の、えっと、期待値が分かればいいんですけども、これ先ほど計算した通りなので、それを入れますと。x ロえっと、先ほど計算したのは何だったかっていうと、e の xj は、 n-j マイナス分の n でしたと。こんな感ですね。だから、えっと、j が0の時には n 分の n。この話形になると。j が n-1 の時にはこれは1分の n この形になりますね。で、この分子の n ってこれ共通ですから、前に出してあげます。他の部分これは踊ってあげます。これ k 分の1の k が1から n までの場合になると。で、このままですね。 これ以上か、これ簡単になりません。簡単になりません。で、簡単にならないんですけども、これは実は名前が付いてまして、この HN っていう記号を使って表したりします。これ HN、これ大 N 超和数と言ったりします。これはただこの和を、えっと、書き換えただけです。だからこの書き換えによって、この記号を使うことによって何も情報は増えていないんですけども、まあ、コンパクトにこういうふうに書くことが多いです。はい。でですね、これで、えっと、期待値は分かったと思います。ちなみに、 この HN っていう、この数で、この量ですね。この、えっ、ー、と、和は,は、えっ、ー、と、どれぐらいの、えっ、ー、と、増加スピードを持っているのか、どれぐらいのオーダーなのかってことはですね、これよくわかっていて、まあ、こんな、あ、すみません、この前にえ。じゃあ、これで、えっ、ー、と、期待値が分かったので、これ先ほどの、えっ、ー、と、シミュレーションで当てはめてみるとどうなのかっていうと、N が100だったので、この、えっ、ー、と、期待値100、H100 になります。で、これ計算すると、これ518.74になります。で、シミュレーションにおける平均は、 約18.6人だったので、まあ、非常に近いということがわかりますね。これにでもですね、これによってこのシミュレーションの信頼性もだいぶ高まっていると。皆さんもですね、ぜひこういうシミュレーションですね、あの、プログラム簡単に書きますからやってみてもらうといいか、いいかと思います。いろんなことがわかります。という形で、えっ、ー、と、実際に、まあ、あの、中学的な解析を行えて、まあ、シミュレーションとも合ってるから、まあ、いいでしょうと。いけのは正しそうですね、ということを言って、まあ、あの、確認しました。 じゃあ、先ほど言った通り、この,の NHN ってこれ何なんでしょうというとですね、この HN っていうのは、この,あの形の不等式を満たします。不等式を満たします。で、これ LN、これはあの自然対数です。に書こうかな。これ自然対数です。 あのですね、あの分野によってですね、この対数に対して、このログなんとかって書いて、あの対数の手書か,かないことがあるんですけども、これ分野によってですね、あの、この対数の手が何であるのかってことは、 あの、変わってくるんですね。よく、あの、高校の修学では、ログなんとかと書いたら、その定はですね、いいですよ。だから、これは自然対数なんでしょう、とかっていうふうにうことはあるんですけども、まあ、それはですね、いわゆる解析学だけの話であって、一般的にですね、そういうことが成り立つかどうかって言われると、そういうことでもないんですね。例えば、情報理論とか、あの、符号理論とかだと、まあ、ログとして出てくるものは大抵、えっと、定が2の場合になったりします。ので、えっと、 だからこの定が何なのかってことはこれ分野に依存するんですね。で、えっと、この、私にとっては、特にその工学的なところでは、あの、なんだろうな、あの自然体数に対しては、ログと書かずに LL と書くことによって、えっと、その区別するってことが多いので、私はあの、この書き方をしています。うん まあ皆さんがそうする必要はないかもしれませんけども、皆さんは、だから、ログ何とかと書いたら、その時の K がえっといいなんだっていうふうに勝手に思わないようにしてください。それは分野に依存する可能性がありますので注意をしてください。で、それを置いといて、えっと、この不等式ですね。<laughs> えっと、この HN っていうのは、下から、えっと、ログ N プラス1で押さえられて、上から1プラスログ N で押さえられますと。で、この2つは非常に近いです。非常に近いです。 もうほぼ違わないとか言うと怒られるかもしれないけども、まあ、非常に近いです。で、まあ、まず、えっと、これはですね、えっと、N が1以上の2の整数に対して成り立つんですけども、えっと、ヒント、これは、えっと、簡単に証明できます。積分を使えば簡単に証明できます。で、ヒントはこの図です。えっと、面積を比べてくださいっていう、そういうことをやってくださいということになります。で、ここからわかるなは何かっていうと、HN っていうのは、オーダーで言うと、ログ N プラス定数になるってことがわかります。うん まあ、特に、まあ、上からはログ N プラス1で抑えられているのでそうですけども、えっと、実際ですね、この一番、その、なんて言うんだろう、えっと、主要項ですね、一番その、えっと、オーダーをあの定める、その増加スピードを定める項の係数は、えっと、この自然体質の時には1になるっていうことが、まあ、この、下界からもわかるということが言えます。で、だからこれによってこの HN の、えっと、具体的な、えっと、 オーダーが分かるということになったので、先ほどの方でこの H、NHN っていうのは、えっと、N ログ N プラスオーダー N という、こんな形になるということが、これで分かるわけです。で、これは非常に、あの、正しい、えっと、期待値になるということになります。いいですかね。だからこれですね、購入商品数の期待値は N ログ N プラスオーダー N、ON と,なるということになります。で、それでですね、先ほどと同じように、 これもうくはシミュレーションを見ると、えっと、まあ、期待値が518.62だから、500はここら辺ですから、五百十ここら辺ですね。ちょっと、ここら辺ですね。ここら辺、ここら辺、ここら辺ですね。ここら辺ですね。ここら辺にその期待値があるんですけども、やっぱりですね、その期待値を大きく離れたところに、えっと、だから今518.2倍っていうのは、えっと、1200ぐらい。 知らないます、ね。1020ぐらいですから、ここら辺ですけども、ここら辺よりも右に、えっと、購入回数がいってしまうってことは、そんなに起きないわけです。まあ、ありますけどね。ありますけど、そんなに起きないわけです。で、それ、それがそんなに起きないんだってことを言いたい。そうすると、まあ、先ほどと同じように、マルコフの不等式使いたいんですね。で、そのまま使うと、この購入商品数が2倍の期待値以上であるって確率は、 えっと、またこれ、あの、このまま使うと2分の1以下になってしまいます。で、もう、先ほどの図を見るように、それ、その、この確率は本来は、だからここよりよりも右になる確率は、もう2分の1以下よりももっと小さいところにあってほしいわけだから、それが言えるような数学的な解析を行いたい。だからですね、購入商品数が大きくなる確率に対してもっときつい状態が欲しいわけです。で、それはですね、先ほどみたいな、えっ、ー、と、ツルノフ状態の技法ですね。 を、ま、使うようなことになるんですけども、えっと、ちょっとそれを使った話をしていくとややこしいので、もう少し簡単な方法で、えっと、そのきつい状態っていうのを与えるようにしたいと思います。で、それが次の話です。例えばですね、今これ、事象として EI で、として、時に何をするかっていうと、えっと2、2× 期待値通回、つまり 2×NHN 回、商品を買っても、景品 I が得られないっていう事象を表すことにしましょう。いいですか で、このとき、この EI の確率を考えます。そうすると、これは、えっと、2NHN 回買っても、景品 i が得られないわけだから、1回1回の商品購入でも、景品 i は得られていないわけです。で、1回の景品購入で、あ商品購入で景品 i が得られない確率は、N 分の N-1 です,ですか。N と N 種類の景品があって、 で、その時に当たったものが n-1 個、その i 以外の景品になっているからです。で、それが 2nHn 回続くと、この 2nHn 回の商品購入で景品 i が得られないことになります。つまり、それの 2nHn 上っていうのが、この Ei が正規する確率になります。ですか。で、この n 分の n、で、この式今、えー、と変形してきます。で、これはですね、1マイナス n 分の1になるんですけども、これがですね、1マイナス n 分の1が、 e のマイナス m 分の1乗で上から押さえられるっていうのがこう初回の講義であったこの不等式ですね。これをですね、思い出してほしいんです。重要な不等式とそのように言いましたけども、これはイメージで言うと、x, y でこういう指数関数があったのと、こういう直線があると。えっと、指数関数の方が e の x 乗で直線の方が1プラス x と。 こういう感じですね。で、必ずこの指数関数のグラフの方が直線の上にある、あの、統合が成り立つのは、えっと、X が0の時だけと。いうような、等式でした。で、それを使います。で、そうすると、ここ、えっと、N 分の1と N があるのが、これ消えまして、これは E のマイナスに HN 乗になります。ですか。で、先ほど、えっと、HN っていうのは、えっと、ログ N プラス1以上と。 ということを言ったので、それを使ってこの HN を置き換えると、えー、今これマイナスがついてますから、この向きの不等号になります。ですね。で、これは何でしょうということになります。これ、これと等しいんですけども、これはパッと分かったら素晴らしいんですけども、パッと分かりますかね。パッと分かんないかもしんないんで、ちょっと,、えー、と計算すると、とこれはちょっと、ちょっとどいてもらって、<laughs> パッと計算したとしても分かんないかもしれないんで、これ計算すると、今ですね、E のマイナスに ログ n プラス1っていうのは、これは e かけ e のログ n プラス1乗のマイナス2乗です。ですかで、この部分ですね。この部分がまず n プラス1と等しいってことをまず見て、や読み取っておいただけい。す。わかりますかねわかんなかったら、こうしましょう。e のログ n プラス1っていうのを、これちょっとじゃ例えば x と置きましょう。 で、この x が n プラス1だってことをこれ今言いたいんですけども、じゃあそうすると、これ両辺のログ取りましょう。両辺のログ取ると、log e の log n プラス1イコール log x になります。ですね。で、この、えっ、ー、と、左辺はログ取ってますから、このですね、上の部分っていうのが下に降りてくるわけです。だからこれは log n プラス1かける log e になります。 で、ログ E はこれ今1です。定1ですから。だから、ログ N プラス1イコール、ログ X なわけです。ってことは、X は N プラス1に等しいわけです。いいですかだから、この X は N プラス1です。いいですかということで、じゃあ今ここ書いたものを消しますね。消す消しますね。消します。も消します。 ということに。で、そうすると、これは n プラス1、n プラス1のマイナス2乗ですから、これ全体としては、えっと、これは n プラス1のマイナス2乗ですから、これは n プラス1の2乗分の1ということになります。いいですかまあ、こういう計算はですね、あのー、割と、あの、軽くできてほしいとは思うんですけども、ちょっとここではちゃんとやってみました。初、まあ、めですからね。いいですかね。ということで、何かというと、 この EI ということが起きる確率、それ自身がまだ小さいところですね。小さいところです。N プラス1の2乗分の1。で、えー、っと、で、これはこの、こんだけ、この2かける期待値分だけ商品を購入しても景品 I が得られない事象でした。じゃあ、この回数だけ商品を購入して、全部の景品が揃わない。 事象っていうのを考えると、それは、えっと、えっと、どうなるかっていうと、つまり、最終的に商品購入回数が 2nHn を超えてしまうっていう事象は、この E1 または E2 または点点点または En という事象になります。ある景品がこれだけの商品購入で集まらない、見つからないっていう、えっと、事象ですから、またはで、ね、結ばれるわけですね。 で、また和で結ばれたものは、この和で、このバラバラにしたいんですけども、えっと、これらの、えっと、事象が廃反でない限り、この部分はイコールになりません。なるとは限りません。で、えっと、そうじゃなく一般的な場合には、えっと、ここはこう、不統合になります。これですね。こういう形になります。で、これは、ま、合併上階とか、まあ、英語でよく、ユニオンバウンドって言ったりしますけど、 日本語で何て言うかう分かんないですね。合併状態とその直訳しちゃいましたけども。まあこういう、あの、不等式で成り立つことは確率論でやってると思うので、それを使います。で、これはまたはたくさんあるので、これ、今ここに書いてあるものを何度も繰り返して当てはめると、またはの部分が全部この割りになって、i が1から n まで ei の確率を足したものになります。で、この ei の確率っていうのは全部上から n プラス1の2乗分の1で押さえられるという先ほどやりました。だから、その、それで押さえられるものが、 n 個あるという形になります。で、まあ、これは、まあ、えっと、上から n プラス1分の1押さえられますねという形になりまして、えっと、つまりですね、何が言えたかっていうと、購入,購入商品数が 2n h n、HN、を超えるよりも大きくなる確率っていうのは n プラス1分の1以下ですよ、となります。で、この n プラス1分の1っていうのは n を大きくすれば大きくするほど0に近づいていくような量なわけです。 つまり、これですね。えっと、あ、で、えっと、確率っていうのは必ず、えっと、0以上ですから、えっと、この購入商品数が 2n、h n、HN、を超える確率は n を大きくしていくと必ず0になると。と必ず0になっていきたいですね。その極限が0になる。っていうことになります。いいですかね。これが0に近づってことで、えっと、何が言いたかったかっていうと、この、えっと、 商品、と購入商品数が期待値の2倍を超える確率っていうのは、えっと、とても小さいんだよ。特にその N が大きくなると、あの、0に行くんだよ。ということが分かったということです。まあ、これで先ほどのそのシミュレーションの結果ですね。その、えっと、期待値の2倍よりもたくさん商品を買うことになるっていう確率が小さいんだってことを、まあ、このような形で数学的にも言えたということになります。よろしいですかいいですかね。はい。 ちなみにですね、えっと、もっと細かいことが知られてまして、先ほどのあの期待値、まあ、ほぼこれ,これ期待値ですね。えっと、n、ln、n、ログ n プラス cn。だからそこからそのあの、1000、K、分だけ離れる購入商品数がですね、っていう確率も小さいんだってことが知られてます。 今何を言ってるんだろうな今ちょっと言ったことがおかしいような気がするんだけど、大丈夫かなこれは、これは大きいことを言ってますね。大きいことを言ってるんだけども、えっと、これ何を言ってるかっていうと、えっと、n ログ n っていうのが、えっと、その先ほど言っていた、えっと、購入消費数の期待値なんですけども、えっと、そこ、その周りにですね、えっと、この、えっと、n を大きくすると、この、 えっと、購入商品数っていうのが集中していくんだよってことをこの式は表しています。ちょっとこれちゃんとあの、えっと、図を作ってくればよかったかもしれませんけど、まあそれを表しているような、えっと、えっと、結果です。で、これを証明するのはですね、さっきあの初めに言ったあの、不公平な効果のところで行ったキルノフ技法を使ったりとかですね、あとあの、二項分布をポアソン分布で禁止するとかってことをやるとかですね、そういうこともあの、使ったりするんですけども、まあちょっと証明は省略します。 で、まあ、あの、こういう話があったりして、あの、このクーポン収集問題、英語でクーポンコレクターっていうふうに言ったりもしますけども、非常によく調べられている対象であったりして、あの、いろいろな研究がありますし、あの、応用もたくさんあるというような形になっています。はい。ではもう一度、あの、まとめをしますと、これですね。えっと、商品を、えっと、このクーポン収集問題の設定において、えっと、購入商品数の期待値は NHN になると。 で、えっと、購入商品数は高い確率で NHN、えーえーえー、N が無限大に近づくとき、購入商品数は高い確率で NHN になるということになります。ということになります。よろしいでしょうか。あ、でもこれ自体は今ちゃんと、あの、 これを証明しないと証明することにならな,ないですけども、えっと、まあ、これも、あの、正しいということになります。実際これ証明したのは何だったかっていうと、えっと、2倍を、えっと、期待値の2倍を超える確率は、えっと、ロに行きますよ、ということしか言ってなかったですね。はい。だから、あの、本当にこの N、HN なるかどうかってことはちゃんと言ってないんですけども、まあ、同じような形で、同じような形というか、まあ、まあ、同じような形も、でも言えるんだけども、それ置いといて、まあ、ここで、あの、か、あの、 えっと、か、結果からも言えるということになります。はい、すいません。という、えっと、まとめになります。これがクーポン収集問題の話になります。はい、では最後、誕生日のプラドックスの話をやっていきます。 これ、あの、えっと、ガイダンスでやった、あの、話だったんですけども、例えばこれ10、10人いる部屋の中に、誕生日が同じ2人はいるか、そのような2人がいる確率は、とか、そういうことですね。えっと、ガイダンスの時は、これ30人ぐらいでやろうと思って、確かやったんですけども、まあ、実際、その、教室の中に、同じ誕生日2人いましたっていう形です。で、こういう、あの、話をちょっと数学的に解析、解析したいということになります。で、実際、そういう確率はですね、えっと、すごく初等的な方法で、ちゃんと計算ができます。で、まあ、これ、過程があります。 ま、ま、一年は366日だとしましょうと。で、人の誕生日はそれら366日の中に等確率で分布するとします。例えばですね、その、あの、街の中の人を一人ポンと、あの、まあ、トッというか、その、あの、あの、目星をつけてですね、えっと、無作為に選んで、その人の誕生日を聞いたら、まあ、誕生日帰ってくると。で、そういうことをやって、なんかその分布を取ると、 その i さんの誕生日が j3、j という日であるという確率が366分の1であって、これらがですね、人によって、えー、と独立である。これ独立も多分いるので、それらが互いに独立ということも書きましょうかね。互いに独立であるということを仮定しましょうと。ということになります。で、その時に、えっ、ー、と、これを考えましょうと。ゃ今、これ10人の話してますから、10人の誕生日は全て異なる確率を計算しましょう。 10人の誕生日全員違う。で、の下の図はどういうイメージかっていうと、これはカレンダーです。カレンダーのイメージ。で、まあ、ここではこの6人の人しかいないんですけども、で、この青いのが、その人の、えっと、誕生日はどこにあるのかってことを表せると思ってください。で、今ですね、じゃあ、ここ今、ここでは6人しか書かれてないんだけども、今これ10人いると思ってください。10人の人に誕生日を割り当てる方法の、えっと、 総数は何でしょうというと、一人の人にとっては366通りあるわけですから、10人いたらそれは366の10乗通りあることになるわけです。ですかで、そのような誕生日の割り当て方の中で、この10人の誕生日はべて異なるような割り当て方っていうのは何でしょうっていうのを考えると、それがこの分子になります。でそれはどうやって考えるかというと、一人一人の誕生日を順番に、えっと、決めていくということをします。まず一人目の誕生日、ここにありますと。 で、その決め方は、えっと、今、これカレンダーには366日ありますから、366通りやります。じゃあ、二人目の人の誕生日の決め方、これ何通りあるでしょうっていうと、この10人の誕生日全て異なる必要がありますから、初めの人の誕生日の場所は、二人目の人は選べないということになります。ということは、えっと、この二人目の人の誕生日として現れることができる日付の、えっと、可能性というのは365通りだけになるわけです。 366-1になります。じゃあ、これ3人目の人考えたら、その人の、えっと、誕生日の候補というのは、前の2人の誕生日以外になりますが、それ百364になります。366-2です。ということを考えていくと、10人目の人、最後の人が選べる、その候補となる誕生日の場所っていうのは、366から、えっと、9を引いたものになります。で、それは357です。という、こういう、その、掛け算。 席になります。10個の、えー、と自然数の席になります。で、これはですね、まあ、電卓を使って計算すると、これ0.883ぐらいになると。とこんな感じになります。で、これは10人の誕生日が全て異なる確率なので、10人の中に同じ誕生日の2人がいる確率っていうのは、ここで考えている、えー、と10人の誕生日が全て異なるっていう事象の余事象なので、それは1マイナス0.883。 ぐらいになって、これ,これ計算すると0.17。だから、ま、10人、あの人がいたら11、11%ぐらいの確率で同じ誕生日の2人がいるということになります。で、これはですね、まあ、何人でもできるわけです。10じゃなくても。これが30だったら、ここが30乗になって、ここがこ30個式が並んでいるということになると。で、これ計算すると、ま、0.295ぐらいになりますから、 30人の中に同じ誕生日の人がいる確率は0.705ぐらいになります。だから70%ぐらいの確率で同じ誕生日の2人がいる。っていうことになります。で、これ、まあ、同じような計算は何人で2人でできまして、まあ、実際にちょっと計算してみて、ブロッとしてみましたと。これ横軸が人数です。で、縦軸が同じ誕生日を持つ人がいる確率です。で、先ほど言っていたのは、これ30人だったら、 0.705ぐらいですよねって言ったのは、つまりこの30人のところをああああ上げていくると、ここは0.705ぐらいですよねと。そういうことを言っていたわけです。いいですかねここは0.705ですと。で、これを見ると、もうなんか、すごく急激に、こう、グラフは立ち上がっていって、0.5を超えるのは大体、だいたい23人ぐらいのところだったところわかりますね。うん 0.9を超えるのは、えっと、41人とかですね。これもわかるということになったりします。うん。ですかね。で、もう、なんだろうあの。60人ぐらいいたら、もうほぼですね、100%。これあの100、100%乗っちゃってるように見,見えますけども、ちょっと、あの、これは100%にはならないんで、えっと、ですね。えっと、そうですね。100%にはならないので、えっと、これ共通性物とありますけども、えっと、 まあこんな形で計算できると。じゃあ、ちょっともう一つ一般的な形で計算しましょうと。と今、1年はもちろん366日ってのは当たり前なんだけども、その一般がというか、その中小化して、1年の日数が K、で、部屋の人数 M だとして、I さんの誕生日は J である確率というのは K 分の1で、これが独立である。っていうふうにしましょうと。で、この時に、 同じ部屋の中にあじゃあ、部屋の中に同じ誕生日の二人がいる確率っていうのと、同じ誕生日の二人がいる確率が二分の1を超えるのはいつでしょうっていうのを、この M と K を使って、両方とこれ表してみて、考えてみたいということをします。じゃまずですね、えっと、先ほどと同じように、M 人の誕生日は全て異なる確率を計算しましょうと。コストはこれ先ほどと同じ考え方で、分母が K の M 乗 M 人の人に K このものを割り当てると。 で、それらが全て異なるのはこういう形になると。それはその一人一人順番に、その稽古のものを割り当てるときに、同じものを割り当てないようにする方法の総数です,とです、ね。で、この積ですね。この、えっと、上の上っていうのは、えっと、文章の積これがですね、あの、扱いにくいんですよ、ちょっとここからは近似というか、えっと、不等式でやっていきます。今、この式、ここに書きました。で、これは、えっと、経文のなんとか、経文の k-i の i を0から m-1 までかけたものというふうにみなしましょうと。で、そうすると、この k 分の k-i というのはかけ方と 1-k 分の i になります。いいですかで、そうするとこれまたですね、この有用な不等式。これ使うと、この部分は e の -k 分の i 乗になります。いいですかで、これは指数法則を使うと、マイナス k 分の i を足したものを が、e の方に乗ってるって、こういう形になってます。じゃあ、ちょっとこれ、あの、文字が小さいから分かんないよどにしのい e の方に、i が0から m-1-k 分の i が乗ってると。こういう形になってると思ってください。いいですかね。で、そうすると、この、えっと、k 分の i の k は、この i に依存しませんから前に出せます。そうすると、これ、あと、だから、えっと、マイナス,ス、マイナスケ k 分の1は前に出せます。そうすると、この、計算しなくちゃいけないのは、i の、 i が0から m-1 までの和です。で、それはですね、いわゆる2分の m, l-1 になりまして、それがここに出てきてると。ということになります。で、これはイコールで e のマイナス2形分の m, m-1 という形でかけるということになります。まあ、ここは不等式ですけどね。ですかね。で、これを覚えておきます。いいで、ここまでいいですかで、えー、っと、これは m 人の単位列が全て異なる確率なので、誰か2人の 誕生日が同じになる確率は1からこれを引いたものです。ですね。だからです、ね、M 人の中に同じ誕生日がいる、同じ誕生日の2人がいる確率は1マイナスなんとかになりまして、まあ、これは M を大きくしていくと、まあ、指数関数的に大きくなっていくという感じですね。先ほどのその,あの曲線の形を、まあ、これであの表してくれているような形になります。よろしいですかね。で、 じゃあ、この M 人の中に同じ誕生日の二人がいる確率が2分の1以上になるのはいつでしょうと。で、まあ、それはですね、この、えっと、右辺が2分の1以上になれば、この左辺の部分、これも2分の1以上になるので、この右辺がですね、2分の1以上になるのがいつなのかってことを、えっと、考えましょうと。で、それがここなんですけども、か右辺が2分の1以上になる。 こ,こですね。で、これはですね、上にささかのぼってこれ計算していくと、えっと、この式からですね、これが得られますね。1マイナス2分の1は2分の1ですから、これ得られますね。で、これをですね、えっと、整理すると、ここに書いてある m がルート2ログ2 k プラス1以上という式が得られます。つまり、えっと、この式ですね、m が、えっと、ルート2ログ2 k プラス1以上であるときには、この量。 二分の一上になりまして、つまり、M ンの中に誕生日が同じ二人がいるか月っていうのが、二分の一上になります。ということになります。いいですかね。うん、だから、えっ、ー、と、あ、もう一度、これ K が一年の日数です。で、M が部屋の人数でした。でことですね。まあ、こんな感じになると。 で、なんでこういう、その、あれ、だからこれで先ほどのあの、二つの質問はだいたい答えられたってことになるんですけども、なんでこういうその一般的な状況を考えたいのかと。誕生日が、その一年が経営にして何なんだっていうふうに思うんですけども、これは何かというとそ、そお誕生日のパラドックスとか、この誕生日の問題っていうのを、その、あの、比喩として使ってるわけです。例えとして使ってるわけです。で、だからそういうふうに見なせる問題っていうのが世の中にたくさんあるってわけですね。だから だそういう視点が大事で、この誕生日のパラドックスとか誕生日の問題っていうのを、そのまあ数理モデルとして扱ってるという風になるわけです。じゃあ、例えばどんなところに現れるのかっていうと、こんなところに現れます。ハッシュっていう話をですね、このアルゴリズム論の第一でですね。 やったことがあると思います。何かっていうと、まあ、そのハッシュ関数っていうのがあって、それはですね、まあその大きなユニバース、世界から小さな世界への関数ですと。だからこれは N が非常に大きくこれ K が非常に小さいっていう、まあこういうような形ですね。で、まあこれですね、その大きなデータをですね、小さなところにまあ閉じ込めるというか、まああの閉じ込めて検索を早くできるようにしたいとかっていうのを、あの、あのこのハッシュ関数を使って行うとかってことを、まあやったりするわけです。で、えっと、このハッシュ関数ってこの H。 なんですけども、えっと、これはですね、あの、よくかき混ぜる関数であってほしい。ですね。で、何かっていうと、えっと、この、いわゆるこのハッシュ値と呼んでるものですけども、この HX と HY が同じであるんだったら、その X と Y も同じであってほしいと。そうですね。だから、これは、えっと、こう言ってたのは何,何かっていうと、これはつまりこのえ、えっと、H が単車である。っていうことを言ってるんですけども、 えっと、単車であ、単車であってほしいんですね、H は。そうすると、この、あの、ハッシュ値を見るだけで、X と Y が同じであるかどうかってことがわかるということです。で、えっと、可能性が高いって言ったのは何なのかっていうと、これ N の方が K よりも圧倒的に大きいとすると、すべての XY において、このような、えっと、条件ですね、を満たすようにすることはできません。できませんので、 なんか、この H っていうのはですね、えっと、そもそも、あの、えっと、どうやって作ってたりいかよく、よくわかんないんですけども、この可能性が高くなるように、ま、作ってほしいわけです。で、そうすると、この、好ましくない場合っていうのが、必ず起きてしまうことがあったりして、それ何かっていうと、X と Y が異なる、異なるのに、ハッシュ値が同じであるってことですね。そういうのは望ましくないわけです。この図で言うと、これは何かっていうと、ここにその稽古のものがあって、 あ、ちょ、確かに。上に N 個のものがあって、下にこの K 個のマスがあるんですけども、で、この矢印でですね、この H っていう関数が、えっと、各、その N 個の要素をどこに、あの、ハッシュ値として割り当てているのかってこと、ハッシュで割り当てているのかってことを表してるんですけども、同じハッシュ値のところに2つの要素がいってしまうと、よろしくないと。これが X で、これが Y と。こんな感じなんですね。ってことになってしまって、で、そうするとですね、この衝突っていうのが起きる、 ってことが、どういうことを、あの、先ほどの,その、あの、誕生日の問題の文脈で言うと何を言ってるかっていうと、上がですね、一クラスの中にいる人です。人数、人です。で、下の方がこれカレンダーだと思ってください。カレンダーだと思ってください。で、この 1, 1日1日っていうのはこのマス目に対応してると。ハッシュ値に対応してると。で、そうすると先ほどの話から、えっと、この、 えっと、1年が K 日の場合に M ンの部屋の中に誕生日の同じ2人がいるのかっていうことと、要素数 M の部分集合にハッシュ値の衝突する2要素があるかってことが同じなんですね。この K とこの K は同じ K だと思ってください。で,す、ねで、えっと、先ほど言った、先ほどのその誕生日問題の時のあの結論から、M が ルート2ログ 2k プラス1以上の時には、そのようなニュースが、の存在確率は2分の1以上になるってことを結論づけました。ので、えっと、まあ、この k がですね、えっと、これはこれ、あ、k はこの n に比べて圧倒的に小さいってことを、まあ、言ってたんだけども、えっと、これ k が小さいくて m が、えっと、どう言えばいいのかな えっと、この不等式を、えっと、満たしてしまうときには必ずそういうような、えっと、ニュースが2分の1以上の確実で存在してしまうので、割とこういう発症の衝突っていうのが起きてしまうんだってことが、このあの、誕生日問題の、この解析からわかるということになります。まあ、そうであるからこそ、その発症値が衝突したときに、ちゃんとどういうふうにするのかっていうことの、あの、対処法っていうのをちゃんと考えておく必要があるということになるわけです。よろしいでしょうか。 まあそういう形でこのハッシュの話とあの関係があったりします。まあ、他にもいろんな話と関係があったりしてよく出てくる、えっと、お話になったりします。はい。では今日のまとめですね。えっと、今日はこの3つの話。不公平な効果投げ、クーポン収集問題、誕生日のパラドックスという話をしてきました。で、えっと、2つぐらい重要な話があって、1つは、えっと、事象と確率変数をちゃんと使い分けるってことと、 マルコフの不等式というのがあって、それをうまく使えるようになると。とあともう表示確率変数というのもありましたね。それもうまく使えるようになってください。はい。では今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。